グランプレの戦い、または、ミナスの戦いは、ジョージ王戦争中に、ニューイングランド軍とミクマク族、アカディア人との間で、今日のノバスコシア州、グランプレで行われた戦闘である。この戦いは1747年の冬に行われ、ジャンバティスト・ニコラ・ロックドラム材の命を受けた、ニコラ・アントワーヌ・クーロン・ド・ビリエが率いるフランス軍が、グランプレで、 冬の宿泳を張っていたマサチューセッツ植民地の民兵隊に奇襲を仕掛け、干渉した。1745年のルイブールの戦いの後、ラムザイはイギリスからアカディアを取り戻すため、ダンビーユ公爵の遠征を支援するべく、ケベックからアカディアに向かったが、この遠征が失敗だったことが明らかになり、ボーバさんに退いた。ダンビーユ公爵の遠征を脅威と感じた。 マサチューセッツ総督のウィリアム・シャーリーは、ニューイングランド軍大佐のアーサー・ノーブルと何百人もの兵をアカディアの治安維持のために差し向けた。1746年の12月の初め、チャールズ・モリス・隊イ率いる100人の兵が、グランプレに派遣された。モリス率いる軍勢は、プレブル隊イとゴルズウェイトの指揮下にある複数の部隊、そしてゴラム・レンジャーズと最終的に合流する予定だった。 1747年1月の初め、ノーブルは回路別の100人部隊を連れて、グランプレに到着した。総勢およそ500人にもなったニューイングランド軍は、グランプレに駐留した。当初は兵士たちは、グランプレとその周辺の集落の民家に分、宿泊予定だったが、到着したノーブルにより、兵士たちを、グランプレの2.5マイルの範囲内にある。 24件の民家に宿泊させるよう命令が出た。この段階でグランプレの住民たちはニューイングランド兵にフランスのラムザイ将軍がニューイングランド軍攻撃の計画を練っていることを告げた。この警告は無視された。ニューイングランド兵はフランス軍が深い雪の中を行進し氷が漂う凍った川を横切ってそのような攻撃を仕掛けるなど 不可能であると考えたからだった。カナダのフランス軍の部隊は病人が多く出て弱体化していた。その前年のノバスコシアでの活動が過酷なものだったせいであった。ラムザイも同様で、そのため赤いギリス軍攻撃の指揮はクーロンド・ビリエに委ねられた。この戦闘に従軍したチャールズ・モリスはフランス系カナダ人とインディアンの多くはジステンパーに感染しており、これは ダンビューユ公爵遠征時の水夫や兵士の病気とも関連があると数回にわたり研究している。シュベノカデ川とサウスメートランド8747年1月21日、フランス軍はミナスへの3週間に及ぶ行軍を開始した。兵たちは漢字機を吐き、ソリを使ってベルトアンを横切り、ノーザンバーランドの海岸から畳マがっちへの道をたどってコベキド山脈を コベキド度湾へ抜け、2月2日までにシュベナカディ川に着いた。しかし川は決氷していて、主力部隊が渡るにはかなり危険であることに、兵士たちは気づいた。主力部隊は、川の東側を行軍して、ボアシェベールと10人の兵の先導で、決氷したシュベナカディ川を渡り、川の西側に着いた。そして2月7日にケネトクック川へと向かい、アカディア人集落のピジキへ行った。 その後20マイルの道を行軍したフランス軍はイギリス軍が冬の宿営地としているガスペローに到着した。シャルル・デシャンド・ボワシェベールこの行軍の間、カナダ軍はアカディア民兵やミクマク兵の援軍と合流した。さらに地元のアカディア人の家で分宿している時にも援助を受けることになった。アカディア人たちはニューイングランド軍がどういう状況であるのかを教えてくれたのだ。 彼らはアカディアの住民ではあるが、味方ではなかったのに、敵軍の情報をくれたのである。一方、悪意のあるアカディア人たちが自分たちのことをイギリス軍に密告しないよう警戒したビリエは、コベキドで連絡を立つために峠を封鎖するように命じた。ビリエがどのくらいの数の兵を率いることができたのか定かではないが、モリスの見積もりによれば、カナダ人、ミクマク族、 そして、アカディア人の人数はおよそ500人であった。フランス側の資料によれば、ビリエは、ボーバさんを250人のカナダ兵と、50人のミクマク族と共に出発したとなっている。これらの部隊は、先行で触れたように、ミクマク兵は、もちろん、アカディア民兵も参加しており、人数が増えていた。2月10日の夜、フランス軍は、視界を妨げる、吹雪の中で、 ニューイングランド兵が分縮している民家を不意打ちした。イギリス軍は保証以外の兵は皆眠っていた。漢字気をつけたインディアンの漁師フランスの奇襲は直後の狭い範囲内での戦いには効力を奏した。しかし戦闘が集落中に広がるとフランス系カナダ兵は湾に停泊していたスループ船をも攻撃した。最終的にはイギリス軍が呼び集められ、 集落の中心の石造りの家を拠点にして、翌朝に停戦の号令がかかるまで戦闘を続けた。その日は1日中休戦状態となり、その翌日の朝、ニューイングランド軍は条件付きの降伏をした。モリスの報告によれば、指揮官のアーサー・ノーブルを含む67人の戦死者が出て、40人以上が補修され、さらに40人が負傷していたか、または病気かであった。 またモリスは、フランス軍の戦死者は30人となっているが、アカディア人は後に、両軍で120人が埋葬されたと断言した。このアカディア人の証言によると、フランス軍の戦死者は53人となる。停戦後両軍は、協定に同意し、イギリスはアナポリスロイヤルに戻ることができた。イギリス軍は、幸福条項3にあるように、2列に整列して、 弾を込めない銃を持ったフランス国王の軍の間を、イギリス国王の軍は、軍令により、太鼓の演奏と旗をなびかせて行進した。その後のイギリス軍の6日間に及ぶ行軍は、深く積もった雪の中、漢字気もつけずに行われたため、ニューイングランド兵の疲労は極限に達し、厳しい寒さもあって、かなり辛い行軍であった。そのため、帰還してから、兵士は、高熱と下痢に見舞われ、 150人以上がそれが元で死んだ。フランス軍はその後グランプレから退き、まずコベキド地域のノエルに捕虜と両軍の負傷者を連れて行った。重傷を負った兵はグランプレのアカディア人の元に残した。捕虜の一部は春になってニューイングランド部隊へ釈放され、一方で他の者たちはケベックを通ってボストンへ戻された。ところが、 この戦闘は何ら役には立たなかった。それというのも、1747年の3月には、ニューイングランド軍は、グランプレに戻ってきて、石造りの家に陣取り、住民たちに、イギリス政府への忠誠な従属の誓いを、復活させたからである。この戦闘の跡地は、1924年に、カナダ史跡記念物委員会の指定を受け、1938年に、名板が建てられた。 多くの作家がこの戦闘を題材にした文学作品を発表している。歴史家で詩人のメアリー・ジェーン・カッツ・マンローソンは1820年頃にグランプレの戦いという詩を書いている。またアーチボルド・マクミー・ハンはこの戦闘を題材にしたレッドスノー・オング・ランプレという作品を発表している。かつては発熱と粘膜の炎症を特徴とする人間の病気のことをも指した。 ありがとうございます。